皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマは自分でも驚くほど人生が好転する言葉の魔法、心のつぶやきを変えれば人生が変わるということで、言葉には不思議な力がある、言葉はやがて現実になる、これが日本で昔から信じられてきた言霊の力。現実主義の人であればんなわけないでしょうと切り捨ててしまうレベルの話ですが、最近では海外の心理学や脳科学でも言葉には不思議なパワーがあるということが次々と証明されているんです。例えば親切、優しさ、思いやりなどの言葉を使って文章を書いた人たちはその後親切な行動が増えました。逆に強引、邪魔する、困らせるなどの言葉を使って文章を書いた人たちはその後意地悪な行動が増えました。次に杖、シワ、白髪などお年寄りを連想する言葉で文章を書いた人たちはその後歩くスピードが遅くなりました。強い強いと言ってから腕力を計測すると本当に強くなり、逆に弱い弱いと言った後では腕力が弱くなりました。その他にもポジティブな言葉が多い人はそうでない人に比べて平均約10年長生きする。しかもただ長生きするだけでなく元気に長生きする。私は性格的に落ち着いている人間ですと時々言っていると本当に落ち着いた人間になっていく。やるぞやるぞと言ってから行動すると約2倍頑張れるという報告もあります。あと僕が行った言葉の実験ですが、あるセラピストさんに言葉のパワーを知りたければ生卵を2つ用意して話しかければすぐに結果が出るでと勧められて始めた実験、それがこちら。左の卵にはありがとう、大好き、嬉しいとプラス言葉で毎日話しかけます。右の卵にはめんどくさい、うざい、鬱陶しいというマイナス言葉を毎日浴びせます。すると7日目にはこんな感じ、20日目にはこんな感じ、最終の24日目がこれ。右のマイナス言葉の卵は分厚い黒カビが生え、ひどい悪臭、完全に腐敗しているようです。一方プラス言葉の卵はカビは生えたものの食欲をそそるいい香りがするんです。きっと熟成発酵したのだと思います。同じように食パンをジップロックに入れて実験したのですが、24日目にはマイナス言葉のパンは完全にカビに覆われてしまいました。プラス言葉のパンはほんの少しカビが生えただけ、僕の母親なら食べてしまうレベルです。いろいろご紹介しましたが、とにもかくにも言葉にはパワーがある。今回の内容はこの言葉のパワーを使って人生をより楽しく、より幸せにしていこうというのが目的です。というわけで今回は幸せになれる言葉、怒りをすっと沈める言葉、自己肯定感を高める言葉、落ち込んだ時に聞く言葉、それと最後におまけで言ってはいけない危険な言葉もご紹介させていただきます。言葉には良くも悪くもパワーがあります。それをうまく使いこなせば最高に楽しくてハッピーな毎日を過ごせると思いますよ。というわけで行ってみましょう。まず最初は幸せになれる言葉。これはとっても簡単で、幸せ、楽しい、美味しい、気持ちいい、嬉しい、ありがたい、すごい、面白いなどのポジティブな感情をあえて言葉にする、これだけ。なぜ言葉にすることが大事なのかというと、その感情が潜在意識に刻まれるからです。私たちの心は意識と潜在意識に分かれていて、潜在意識は記憶の倉庫。例えばお風呂に入って気持ちいい、ああ幸せと言葉にした時にその感情が潜在意識に刻まれます。他にもご飯を食べて美味しい、お笑い番組を見て面白い、友達とおしゃべりをして楽しかったなど、ポジティブな言葉を言葉にするとポジティブな記憶がどんどん増えていく。その時に初めて、ああ幸せ、毎日が充実してると思える自分になれるんです。さらに人は幸せを実感すると免疫力が上がり、自律神経も整います。その結果、
体が軽くなり行動力も高まります。また幸せな人は人に優しくできるので人間関係も充実してきます。いろんな意味で幸せになれるのですね。ですのでぜひ試しに2週間だけでもいいです。これらの言葉を使ってポジティブな感情をたくさん言葉にしてみてください。それだけで幸せを実感できるようになると同時に体が軽くなりポジティブなエネルギーが満ちてくると思いますよ。というわけで続いて2つ目は怒りをすっと沈める言葉。誰にでもああ腹立つ、イライラするという時があると思いますが、そんな怒りをすっと沈めてくれる言葉がこの2つ。花子今怒ってるな、イライラしたっていいんだよ。1つ目はサードパーソンセルフトークというのですが、まるで他人事のように自分の状況を言葉にする。花子今怒ってるなってすると脳は他人事なんだと勘違いしてネガティブな感情を発生させる扁桃体の興奮がスーッと収まり気持ちが落ち着いてきます。二つ目の言葉ですが、イライラしている時って誰かにイライラさせられているというようなやらされ感がありますよね。脳はやらされ感が大嫌いで、やらされ感があるだけでこれまた扁桃体が興奮してしまうんです。ところがイライラしたっていいんだよとつぶやけば、脳はイライラするのもしないのも自分で選択できるんだと思います。やらされ感がなくなります。その結果扁桃体の興奮がスーッと収まっていくというわけです。僕もこのフレーズを時々使うのですが、ラッキー今怒ってるな、イライラしたっていいんだよとボソッとつぶやくだけで心がスーッと軽くなります。僕の感覚では怒り 80% オフといった感じです。想像以上に効果があります。ちなみにこのフレーズをアレンジすれば、怒りだけでなく焦り、不安、悲しみなどあらゆるネガティブ感情を沈めることができます。花子今悲しんでるな、悲しんだっていいんだよみたいな感じですね。とっても役に立つフレーズですので、ぜひ覚えておいて嫌なネガティブ感情をやっつけてみてくださいね。というわけで続いて3つ目は自己肯定感を高める言葉。自己肯定感を高める方法は意外と簡単で、自分を肯定する言葉を使う。これだけ。具体的には自分を褒めたり認めたりすることです。早朝からお弁当を作って偉いと自分を褒めれば、自己肯定の記憶が潜在意識に刻まれます。よしできた、いい感じと自分を認めれば、これまた自己肯定の記憶が潜在意識に刻まれます。他にもよしよし、よくやってるよ、親切にできた、私って偉い、今日もよく頑張ったな、人間だもの、やる気が出ない時だってあるよ、不器用な私だけどほんとよく頑張ってるよ、私は私など、自分で自分を褒めたり認めたりすれば自己肯定の記憶がどんどん増えていく。その時に初めて私には価値がある、ありのままの自分で OK だと思える自分になれるんです。ちなみにですが、自分を褒めたり認めたりすることをセルフコンパッションというのですが、セルフコンパッションが上手い人は自己肯定感が高まるだけでなく、ストレスが減る、モチベーションが高まる、先延ばし癖が減る、好奇心旺盛になる、対人不安が減る、仕事の満足感が高まる、人を許せるようになるなど、とにかくいいことずくめ。特に自分に自信が持てないという方は、どんなに些細なことでもいいので自分を褒めたり認めたりしてみてくださいね。だんだん自信がついてくれば自分の行動が変わり、ひいては人生そのものが変わってくると思いますよ。というわけで続いて4つ目は落ち込んだ時に聞く言葉。落ち込んだ時に聞く言葉はたくさんあって、大丈夫、なんとかなる、いい勉強になった、こんなもんでよかった、もっと不幸な人もいる、いつか笑い話になるさ、まあいっか、1年後も気にしているだろうか、どの言葉を使っても扁桃体の興奮は沈静化し気持ちが落ち着いてきます。中でも一番おすすめなのが大丈夫、なんとかなる。沖縄のナンクルナイサやイタリアのケセラセラ
と全く同じ意味です。沖縄やイタリアの人は陽気な人が多いですが、それもきっと大丈夫、なんとかなるという言葉が心に染み込んでいるからだと思います。それからもう一つ、僕の大好きな言葉があって、全ては導かれている、大いなる何かが自分の人生をより良い方向へ向かわせようとしているという意味合いです。例えば大好きな彼女に突然振られてズドーンと落ち込んだ時でも、全ては導かれているとつぶやけば、ここで別れるのがベストだったんだ、きっといつかあの時振られてよかったと思える日が来るんだ、というように未来に希望が持てます。全ては導かれているは、会社が倒産した時、子供が不登校になった時、体調を崩した時など人生のピンチの時に自分を救ってくれる言葉、覚えておいて損はないと思いますよ。というわけで最後は、言ってはいけない危険な言葉。言ってはいけない危険な言葉は、めんどくさい、鬱陶しい、最悪などネガティブな全ての言葉です。例えば職場で、めんどくさい、最悪、腹立つ、つまんない、もう嫌、やってらんないなどネガティブな言葉が多いと、それを聞いた脳は、ここは危険な場所だ、近づかないように作戦を考えようと企てます。すると日曜の夜にサザエさんを見ていると、明日も仕事か、行きたくないなという気分になる。なぜか平日の朝だけ起きるのが辛くなる。脳が何とかして会社に行かせないようにしようとするんですね。さらにひどくなると胃痛や腰痛、うつ症状が出てきたり、会社までは行けるけど玄関で急に足が動かなくなるという人もいます。これらの症状をある心理学者はネガティブセルフトーク障害と呼んでいます。自分の言葉で自爆してしまう人が世の中にはたくさんいるんですね。こんなめんどくさいことにならないためにも、ネガティブな言葉は極力控えた方がいいんです。ではネガティブな言葉は一切使っていけないのかというと、そうではありません。ネガティブな言葉を我慢していたら逆にストレスが溜まってしまいますからね。ネガティブな言葉を言うにはコツがあって、それは滑稽な言い方をする。例えば外国人のように、あいつの態度ひどいですね、ふざけないでください、タラちゃんのように、こんな仕事やってられないでっちゅう、バルタン星人のように、なんてついてねんだというように心の中でつぶやく、なんともバカげた方法ですが、実はこれ脱フュージョンというれっきとした心理テクニック。滑稽な言い方をすることで扁桃体の興奮が収まり、心が落ち着くと同時に、ネガティブな言葉の毒性も消えます。脳がなんだか楽しそうと思うんですね。滑稽な言い方なら何でもありです。60歳の部長が女子高生のように、マジムカつくというのもありです。ネガティブなことを言うときは滑稽な言い方をする、これさえ覚えておけば、ネガティブセルフトーク障害で苦しむこともなくなると思いますよ。というわけで今回のまとめです。アッカーあげて、シーロあげて、体は簡単に動かせるけど心は思うように動いてくれません。自信を持ちたいけど自信が持てない、怒りたくないけどイライラする、落ち込みたくないけど落ち込んじゃう、幸せになりたいけど幸せを実感できない、心は思い通りにならないというのが人生の大きな悩みの一つ。この問題を解決してくれるのが言葉の力です。というわけで今回ご紹介したのがこちらの言葉たち。言葉をうまく活用すれば心だって動かせます。で、最後に本を一冊ご紹介させてください。全ては導かれている、著者の田坂博史さんは東京大学卒業の起業家であり、また多摩大学名誉教授や内閣官房参与など幅広く活躍されている方です。内容はネタバレになるので詳しくは言えませんが、自分の人生は大いなる何かに導かれている、人生で起こることすべて深い意味がある、人生における問題すべて自分に原因がある
大いなる何かが自分を育てようとしている。逆境を超える H は全て与えられる。この5つの言葉を心に定めて生きれば、たとえ今が困難な状況だったとしても必ずや輝かしい未来が開けてくるというような内容です。言葉のパワーを改めて実感できます。今までに1万冊以上の本を読んできましたが、ベスト20くらいに入るとってもいい本だと思います。しかも文庫版だと税込み814円と低価格。気になる方は下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ手に取って読んでみてくださいね。この一冊が人生のターニングポイントになるかもしれませんよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。